おはようございます、こんにちは、こんばんは。令和の人妻デミタロです。皆さん本日もイヤホンぶっ刺して聞いてくださっていますか？本日は意外と知らない国葬についてです。日本中が悲しみに包まれた痛ましい暗殺事件から、私自身ですけど時が止まってしまっているかのような、悲しいやら悔しいやら、なんかやるせないやら、とにかく切ない毎日がね過ぎていたところでした。昨日の記者会見で岸田さんが安倍元総理を国葬で送るというお話をしてくださり、私にとって久しぶりに嬉しく、そして岸田さんに対して初めてって言ったら失礼なのかな、心強いなと思った出来事でした。でそんな中、そもそも国葬って何ぞやっていう方とか、知ってはいるけどうっすらなんとなくこうかなみたいな感じの人も多いかと思います。デミタロなりに改めて少し調べてみたので、皆さんにも分かりやすくシェアできたらなと思い動画を撮っております。デミタロチャンネル。戦前とね戦後とでこの国葬の法的意味っていうのが異なっていますけれども、戦前では岩倉具視氏、陸軍大将のアリス川の宮樽仁親王、そして、伊藤博文氏ですね。戦後では吉川茂氏が唯一の例となっているそうです。国葬を行う法的根拠は、戦前では個別の朝礼によるものがこう初期のもので、大正15年以降の後期は国葬法に基づいています。実は個別の勅令による期間の方が長くて、国葬法によるね期間のが短いんですね。戦後に国葬法が廃止されたので、戦後は内閣の閣議によって決められているので、吉田茂氏の一例があるだけとなっています。国葬というのは葬儀費用の全額が国から支給となっているので、法的根拠がねかなり必要となるため、現代においてはほぼ国葬になることはないと思われてきましたし、実際今までもそうでしたので、この今回の国葬というのは実に55年ぶりとなります。それだけね特別なものであり、個別の判断がとても難しいものなのです。安倍さんのね功績というのはもちろん称えられて当然のものではありますが、それにしても岸田さんよくぞご決断くださいましたという感じです。ちなみに天皇の葬儀というのは、一種の国葬ではありますが、大喪の礼として別格となるそうです。天皇以外の皇族の葬儀も普通の国葬とは種類が違うものなんだそうです。また国葬に似たものに国民葬があります。戦前では大隈重信氏が、戦後では佐藤栄作氏も国民葬ですね。国民葬っていうのは内閣と、自民党の時しかやってないから、内閣と自民党って言い方かな、そして国民有志で主催されます。このように国葬はもちろん、国民葬ですら例外ですので、近年では内閣と自民党による合同葬というのが、標準になりつつありました。以上を踏まえても安倍元総理の国葬が行われるというのは日本において歴史的な出来事なのです。デミタロといたしましてはですね、もちろん首相官邸に要望メールを出したり、ネット上で賛同者さんたちに呼びかけたりと、国葬をね切望していましたので、とっても嬉しいとともに、改めてそれだけ日本にとって大事な人を失ってしまったという喪失感でね、未だにいっぱいです。第3次安倍内閣が幻となってしまった今、誰を頼りにしていったらいいのか、本当にね選挙最後の最後まで投票用紙を目の前にしてまで悩ましい、そして信じたくない
出来事でありました。しかし昭恵夫人がねおっしゃっていたように、安倍さんが蒔いた種っていうのは日本のみならず世界にもねたくさんあると思います。そして岸田さんの昨日の会見を見る限り目つきが変わってくれたなと、いい方にね、あの原発の再稼働までおっしゃってくれて、あここにも安倍さんは種をまいて言ってくださったのだなと、安倍さんの存在を感じることができて少しだけ救われた気持ちになりました。私たち国民一人一人が今一度安倍さんがまいて言ってくださったこの種を胸に、これからの日本のことを考え、それぞれがそれぞれの立場でね、それぞれの役割を全うし進んでいく、そのためにも安倍さんの国葬は必ず実行されなければならないとデミタロは思っております。この動画をご覧になってくださっている皆さんに改めてお願いです。これからたくさんの妨害工作が出てくると思います。マスコミ、左側の人たち、今この瞬間にも人とは思えないような言葉を投げかけたりとかしている人たちですね。そういう声のでかい少数に負けないように、私たちもこれからはサイレントマジョリティではなく、きちんと声を上げていきましょう。第2第3の犯罪者を作らないように、テロリスト暗殺者を作らないように、これからはひどいことをやっている、たとえそれが本人たちは表現の自由って言っていても、ダメなものはダメだと、きちんと声を上げていき、この国をより良くしていけたらとデミタロは思っております。微力ながらもね。そんなわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録、そして動画への感想などをねコメント欄でいただけたら幸いです。いつもというか、もうこの話題になると本当にね胸が詰まってしまうのはもう日本国民みんなそうだとは思うのですけれども、お聞き苦しいところもあったかと思いますけれども、最後までご視聴ありがとうございました。ではでは、デミ太郎でした。またね。